井口元成は、日本のピアニストピアノ教育家。妹の井口愛子と、前妻の井口明子もピアニストピアノ教育家という、音楽一族。井口はじめに都州の長男として、東京府東京市日本橋区浜城に生まれる。1915年、浜町人城小学校入学。1921年、慶華中学校入学。十六歳から田中忠久にピアノを指示。 東京音楽学校器楽部ピアノ科にて、高織球児、レオニード・コハンスキに指示する。卒業後フランスに留学、イブナットの下で研鑽を重ねた。1934年、帰国後初のリサイタルを日比谷公会堂で行い、その後活発な演奏活動を展開する。一方で、東京音楽学校教授に就任し、教育面でも重要な貢献を果たした。 1943年4月、帝国芸術院商用学部門で第1回目の受賞者に選ばれる。1948年、伊藤武雄、斉藤秀夫、吉田秀和と子供のための音楽教室を開設。一期生には小沢誠治、中村広子、筒美剛らがいる。子供のための音楽教室は、後の東方学園音楽部門の母体となった。 1955年、東方学園短期大学開設にあたり、初代校長を務める。1949年、毎日音楽賞。1963年、毎日出版文化賞を受賞。1965年には、日本演奏家連盟を設立。1965年頃に、脳血栓で、右半身不随となり、 さらに生肉食の習慣が災いして寄生虫による異瘍を病み、体力的な問題から東方学園名誉学長を辞任。1983年9月29日午後7時ごろ、慶應義塾大学病院で死去。75歳を打つ。著書に我がピアノ、我が人生、またピアノ工程楽譜を多数残している。秋子との間に六史を設けたが、 50歳を過ぎた頃、秋子と離婚。1962年に再婚し、5歳との間に三子を設ける。秋子との息子の井口家成は、物理学者で、東京工業大学教授。現代音楽を積極的に紹介するタイプの演奏家で、シマノフスキやスクラービンの日本初演を行い、紹介している。スクラービンについては、彼は、 色揮ピアノなんてものを考えついたのだから、ステージにその作品に応じたスポットライトを当てようと、照明係に頼んでいた。また、井口工定の楽譜にも、ドビュッシーとラベルの全曲が収められている。井口版は、リストのピアノ音楽に多く抑えている点が有名である。現在では、楽譜工程上、好ましくない改変が多いと批判が多いが、当時は、 原点版尊重思考もなければ著作権問題も騒がれることすら少なかった。井口の演奏方法は高い位置から指を落として強い力で鍵盤を叩くルビンシュタインに似たハイフィンガースタイルだった。このため演奏に気まじめさや実直な人物がにじみ出ていたという意見も多いが逆に言うと優雅さや 繊細さがなく、固く単一的な音しか出すことができないとして、評論家の野村光一や、実前愛子の弟子である中村博子らから、音が大きいだけ、非音楽的、無味感想で、面白みがないなどと、痛烈な批判を浴びている。一方で、野村は、井口のスタイルを、井口の師匠の高織が指示したパウル・ショルツの、ピアニストとしての完成度の低さが、 大きな要因だったのでは、と自身の著作日本洋楽会誌で指摘している。あまりにも激しく、鍵盤を叩くため、ピアノの弦が切れることがしばしばあり、演奏中椅子から床にずり落ちたエピソードが有名である。信憑性は薄いが、練習中は、ピアノの足や、はたまた椅子の足まで折れてしまった、などというエピソードもある。音源は、レコードや CD 資料も少ないが、 当時のダイナミックレンジが狭く一発取りという状況での演奏は現在の録音とは一概に比べられないが YouTube に現存するチェルニー等の演奏では繊細に大小を引き分けている当時の録音機材の性能から強く引かざるを得なかった面もある戦後戦争協力の問題を問われたがレッスンを恒例になるまで続けるなどの地道な努力で名声を取り戻した 演奏者よりも教育者として名高い面もあり、多くの日本のピアニストを支援した。車で弟子の家まで出張レッスンをする姿勢が多くの弟子に慕われていた。いくつかの国際コンクールで審査員を務め、バンクライバーアン国際ピアノコンクールで果たした功績は小さくない。た多数。ありがとうございます。